どうも、外来種バスターの黒眼鏡です。今日はですね、水戸、茨城県水戸市にございます、大塚池というところに来ております。ブラックバスやっていこうかなと。サーフの状態が良くないんで、ヒラメちょっと難しいということで、暇つぶしでブラックバスやっていきたいと思います。大塚池というのがありまして、このエリア、この黄色いエリア、ここが釣りしていいとこです。はい、分かりづらいね。とりあえずやっていきましょうか。サーフゲームもブラックバスも一緒ね、地形変化を狙っていくと。ということでタックル紹介。ホームセンターで売ってる激安バスロット3000円、上州屋で売ってる台場の激安リール2000円、2号のナイロンライン、ダイソーのルアー、はい、以上。あの足元とかいいんじゃないの、ああいうとこにいいんだよ。これタモはね、あの投げ釣りで使うやつ。これ浅い、絶対そういう杭のところにいるんだ、杭のところに。あ、全然違うところない。この杭の近くを通るように。フィッシュって言いたいな。フィッシュってな。こういう下とかいんのかな、こういうさ。あ、全然違うな。村田はじめなら通すんだろうな、こういうとこな。村田はじめなら通すんだろうとかな。俺の得意なフリップキャストだっつって。それらしいあれがないんだよな、ストラクチャーが。こう水草だったり杭だったり、もう杭はここしかないもんな。人はそんなに多くないですね。で、ここでなんか、うわ、車横付けみたいなとこないんだよな。ちょっと歩くんですよね。流れ込みとかどっかあんのかな。おっ、フィッシュ。出してくれよ。
反対側行ってみようかな。この杭周り攻めたい。ああ杭ある、杭がある、杭がありますね。その杭周り、その周りを攻める。これバイブレーションってどれぐらいの速さで巻いたらいいんだろう。なんか普段サーフゲームで遠投遠投でやってるからすごい楽だよね。こうピチョーンって投げてさ巻いてくる。あっ、おおあ、今来た。いや合わせろ、ゴミかと思って合わせなかったら来た。今見た、今うわくそ合わせなかった今。うわっ、ゴミかと思って合わせなかったら、もう釣れたよ今。おい、おるで。いや、悔しいな今の。30センチぐらいあったんじゃないの。いや、引かねえからゴミかと思ったよ。こういうあの木の影になってるところ攻めます。こういうのはもう通常のキャストじゃ無理だから、こういうフリップキャスト、こうあんま上手くないけどね。あ、そこ渡れんのか。渡れるやん、橋あるやん。いるんじゃないの、こういうとこ。いたいた、こういうとこもいるんじゃないの。橋の下とか、あれは何だ、波動があるけど、あの波動、あ、なんかいるのかな。フィッシュって言いたい、フィッシュって言わせてくれ俺に。そういうなんかもう木のとことか絶対いるよな。そこへ投げるにはどうしたらいいんだ。スナップにしときゃよかったな。長いんだな、サルカンが。そこをタイトに、村田はじめだったらタイトに落とし込む。おるんやろ、出てきんさいや。村田はじめだったら、あー、いいとこ入った。あ、引っかかった、あ、引っかかった、あ、引っかかった。村田はじめだったら絶対釣ってるよ。あ、やばい。はぁ、くそ、イライラする。あ、やばい、あ、橋に引っかかった。
ミラクルキャストが、俺のミラクルキャストが、あ、回収した。おおお、フィッシュ、あ、割れた。いや、ちっちゃかったな今。はい、実況の方が終了しました。茨城県水戸市にあります、大塚池公園、大塚池っていうところですね。ここが釣りしていいところ、通年釣りしていいところで、まあ、ここもそうなんだけど、ストラクチャーがない、ストラクチャーがないから、ね、狙えるポイントがないってことね。なかなか釣り場としては難しいんじゃないかなと思いましたね。はい、もう来ることはないかな。以上、黒目がいでした。荷晴らしで終了です。